2022年12月3日から9日まで、西原自然の森で福祉、学び、環境などをテーマにしたイベントが開催されました。まずはジップアートのイヤーアクセサリー作りにお邪魔しました。これを開いて、横に開いてもらって、はい、でこのうちの一本一本で、ママ遅い、はい、ママ遅い。穴開いてない？あの丸この。でこれはお持ち帰りでなんかあの色にしたんだっけ？どこかに飾ってください。綺麗ですよね。イヤリングしたね。こちらはどんどんですかね。見て見して。見せてください。見せてくださいって。はい。どう？うん。いい？大丈夫。アコマコリメイククラブチャリティーバザー、衣類などを素敵にリメイク、集まった募金は寄付されます。心をつなぐ展示会、障害者週間に合わせて障害のある方の作品や障害者団体の PR を行っています。この麦を収穫してストローにしてエコで何回も使えるストローを作ってます。大変です。ストローを今プロジェクトでやってて、この間種まきをして春にしようとしてストローにします。あ、そうなんですか。はい、じゃあこれなんですか。ちぎると味が出ていいよね。生のお花でレイを作ってるんですよ。あ、そかそか、レイだからね。そうそうそう。あ、そこに写真ありますね。隠れていた花レンジャーからスタンプをもらって嬉しそうです。放課後駄菓子屋ふさや、明治初期に建てられたとされている旧斎藤家に駄菓子屋さんが限定オープン。そう、なんか粉みたいなの入ってその唾でこうつけてたサオリオリ体験、世界に一つだけのオリジナル手作りコースター。これをいただいてたんで、うさぎさんを踏んでから、あ、そうなんですか。はい、身長150センチ。日本工業大学情報メディア工学科の学生によるインタラクティブゲーム体験。社会福祉法人自立による貝殻を使ったストラップ作り。こうやってくっつけてください、ね、こんな感じに、モンドでくっつけて、それでちょっと紐が出ちゃうから後ろから引っ張って
金のいらないお宝市。ご不要になった子供服などを集めて無料で配布。こちらにも書いてありますが、翻訳ボランティアといいまして、この広報を読みまして、それを CD にして、あの目のご不自由な方とか高齢の方にあの配りするという、そういう活動をしております。今流しているのは11月号を流しておりますが、あの今仲間が少し減ってきまして、あの翻訳ボランティアに興味のある方はぜひ仲間に入っていただきたいなということを。かやぶき民家を味わう古民家音楽会。旧加藤家住宅でオカリナハーモニカバンド演奏。